こんにちは、バンティのチンです。今日は昨日に引き続き、蝶々から今度は富士山に作ります。なんと変身あやとりです。はい、左手に親指と小指に紐をかけて、こちらは小指だけにかけます。小指を上から入れて紐を取ります。はい、次に人差し指で小指の手前の紐を取ります。はい、取りました。次に中指で両方の手のひらの紐を取ります。はい、次に小指で親指の紐を取ります。親指の手前の紐ですね、斜めの紐を取ります。はい、次にこうなりました。人差し指でこの人差し指の下にある隙間に両方とも入れて、はい、親指の紐を外しながら人差し指を起こすと、はい、蝶々ができました。この次に親指でこの蝶々の斜めの紐を取って、人差し指の紐を外して親指を立てると、はい、富士山が完成しました。もう横から見てもちょっと立体な形のある富士山です。皆さんも作ってみてください。マウンティー。